全員でかかればなんとかなったはずだ。クリスタを置いてくのか。絶対にクリスタを助ける。何をする。これは外さん。やめて。クリスタ、この吹雪でそれって結構死ぬぞ。くそ、エレン、探しに行かなきゃしょうがねえだろ。いいね、エレンもみんなも辛いだろうけど、やりたいことがはっきりしていて、ユミルがいなくなって何をしたいのかわからなくなった。ユミルを助けたいんじゃないのか。でもユミルは自分の生き方を自分で選んだ。もう私が何かする権利はないし、必要もない。似てねえのに、ウマヅラなのに。やっとまともに話したな。ここへ来た時自分のことは話したけど、それ以外ニコリともしないし、話にも乗ってこないしさ。めんどくさくて。どうかしたんですか。出るぞ。もうみんなに優しくていい子のクリスタはいないの。いや、なんかその方がいいんじゃね。作ってる感じで不自然で正直気持ち悪かったよ。今のお前は別に普通だよ。ただのバカ正直な普通のやつだ。まあユミルのことはまた考えればいい。俺だってあいつにはいろいろ。ヒストリア！エレン、起きたの？もう少し辛抱してね。大丈夫だから。無事だったか、ヒストリア。何よ、エレン。そんなに睨んで。だからせめてお前の手で終わらせてくれ。俺を食って人類を救ってくれ。エレン、あの時は私のことを普通のやつだって言ってくれて嬉しかったよ。お前いいことしようとしてるだろ。何やってる、ヒストリア。エレン、逃げるよ。おい、やめろ。早く俺を食ってくれ。もう辛いんだよ、生きてなって。うるさいバカ。泣き虫、黙れ。むしろ人類なんて嫌いだ。巨人に滅ぼされたらいいんだ。お前は逃げろ。嫌だ。だからなんで。私は人類の敵だけど、エレンの味方。もう自分なんかいらないなんて言って泣いてる人がいたら、そんなことないよって伝えに行きたい。それが誰だって、どこにいたって、私が必ず助けに行く。ヒストリア。何もせずにこのままみんなで仲良く潰れるか、焼け死ぬのを待つの。私たちが人類の敵だから。エレン、ごめんなさい。礼拝堂の地下で私は巨人になったあなたを殺そうと本気で思った。ヒストリア、本当に強くなったんだな。お前のことを弱いやつだと思ってたけど逆だ。待てよ、本当にやんのかヒストリア。うん、やる。あれはミカサの冗談だって。別に恨んでねえならやめとけよ。こうでもしないと女王なんて務まらないよ。ヒストリアが女王になるって決意した理由の一つはこれをやるためだ。地下街から壁の端まで孤児や困窮者を集めて面倒を見る。硬質化の実験はうまくいってるんだってね。まあ私たちのしたこと後悔するわけにはいかないから。お前は立派だよ。そんなこと。あの時は人類なんか滅べばいいとか言ってたのにな。あれは勢い余っただけだから、だがその可能性があるといえば、兵団はヒストリアをどうする。俺にはヒストリアを犠牲にする覚悟がない。エレン、ヒストリアの身を案じたからです。俺の不確かな情報で巨人にさせるわけにはいかないと。
嬉しそうだな。嬉しいんだよ。またジークは獣の巨人を王家の血を引く者へと継承。その者は13年の任期を終えるまで可能な限り子を増やすこと。ヒストリア壁を破壊し蹂躙されたあげく、やっと生きることが許されるっていうのなら、俺はジーク・イエーガーの計画は到底受け入れられません。じゃあ俺たちは地ならしに頼るしかなくて、ヒストリアの犠牲は避けられないってことですか。そうなる。